サムエル記第122章ダビデはそこを去ってアドラムのホラー穴に避難した彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いてそのダビデのところに下ってきたまた困窮している者負債のある者不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたのでダビデは彼らの長となった こうして約四百人の者が彼と共にいるようになった。ダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に行った。神が私にどんなことをされるかわかるまで、どうか私の父と母とを出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。こうしてダビデが両親をモアブの王の前に連れてきたので、両親はダビデが妖怪にいる間、王のもとに住んだ。その頃、 預言者ガドはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て、晴れての森へ行った。サウルはダビデ及び彼と共にいる者たちが見つかったということを聞いた。その時サウルはギブアにある高台の柳の木の下で槍を手にして座っていた。彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。 カールはにに立っっている家来たちに言った。ち言聞けベニヤミン人、エッサイの子がお前たち全部に畑やぶどう畑をくれ、お前たち全部を千人体の長、百人体の長にするであろうか。それなのにお前たちは皆、私に謀反を企てている。今日のように息子がエッサイの子と契約を結んだことも、私の耳に入れず、息子が私のあのしもべを、私に歯向かわせるようにしたことも。 私の耳に入れず、誰も私のことを思って心を痛めない。すると、サウルの家来のそばに立っていた、エドム人、ドエグが答えて言った。私はエッサイの子が、ノブのアヒトブの子、アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは、彼のために主に伺って、彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。そこで王は人をやって、サイヒアヒトブの子、アヒメレクと、 彼の父の家の者全部、すなわち、ノブにいる妻子たちを呼び寄せたので、彼らは皆王のところに来た。サウルは言った。聞け、アヒトブの息子。彼は答えた。はい、王様、ここにおります。サウルは彼に言った。お前とエッサイの子は、なぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼が今日あるように私に歯向かうために、 彼のたために神に神伺ったりしている。アヒメレクは王に答えて言った。あなたの家来のうちダビデほど忠実なものが他に誰かいるでしょうかダビデは王の婿でありあなたの護衛の長でありあなたの家では尊敬されているではありませんか私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか決して決して王様。 私や私の父の家の者全部にお命を着せないでください。しもべはこの事件については一切知らないのですから。しかし王は言った。アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前も、お前の父の家の者も、全部もだ。それから王はそばに立っていたこの衛兵たちに言った。近寄って主の妻子たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、 彼が逃げているのを知りながら、それを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは、主の妻子たちに手を出して打ちかかろうとはしなかった。それで王はドエグに言った。お前が近寄って妻子たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが近寄って妻子たちに打ちかかった。その日彼は八十五人を殺した。それぞれ天布のエポで起きていた人であった。 彼は祭司の町ノブを男も女も子供も血のみごまでもぎの歯で撃った。牛もロバも羊もぎの歯で撃った。ところがアヒトブの子アヒメレクの息子のエブヤタルという名の人が一人逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデにサウルが主の祭司たちを虐殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。 私はあの日、エドムンジンドエグがあそこにいたので、あれがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家の者全部の死を引き起こしたのだ。私と一緒にいなさい。恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。